もともと芸能界入りのきっかけっていうのはモーニング娘。に憧れてってグググって書いてるんです。これは本当ですか？それは本当にモーニング娘。さんに憧れて入りました。あら、モーニング娘。の誰が一番？後藤真希さん。後藤真希が。実際後藤真希ちゃんに会えました？会えなくて。まだ会ってないんですね。もう悔しいんですよ。だからあの江戸川の方まで行こうかなと思って。それはどうしてですか？それは江戸川。行ったら結構なんか友達とかが江戸川に住んでる友達とかが、え、昨日後藤真希普通に歩いてたよとか。マジですか？言われたから、なんか私も江戸川行ってみようかな。ストーカーじゃないですか、それ。これ、ね、もう一つ情報としてあるのは、これホストクラブに通ってらっしゃるんですか？なんかうちの事務所と、うん、そこの取られたフライデーさんに取られた、うん、ところのホストクラブ、うんが、なんか毎年エアコレっていうなんか新宿のナンバーワンホストを決めるみたいなイベントがあって、その審査員を私たちでやってたんですよ。あ、なるほどね。何人かで。なるほどなるほど。でそこ取られちゃった。それでなんかまあちょっと飲みに行こうってなって、はい、で行ったところをたまたま取られたんですよ。つまりじゃあホストクラブには行ってるわけですよね。そうですね。その1回こっきりです。ちゃんと1回ですか？あとコトゥーゲがその時期、うん、全く私に振り向いてくれなくて、うん、なんか行ってやろうと思って行ってんじゃん。あ、1回は普通に行った。1回行ってますよね。1回は普通に行った。1回は打ち上げ遊んでますよ、この人絶対に。ね、でメインのあれですか？そう、まあ、メイン行きましょう。メイン行きましょう。これはあれですか、やっぱり売名ですか？売名じゃないんですよ。実際会長、質問がストレートすぎます。ねえ、残る売名っていうネット、ネット上ではすごい出てますよね。ネット上もそうですし、うん、紙媒体も売名って書いてますもんね。売名じゃないっていうことは、つまりはもう本当に好きだったんですか？本当に好きでした。へ、大人の人と付き合うことが初めてだったんで。うん、いくつでしたっけ？40になります。お父さん40で、はい、アニちゃん24。はい、あ、はい、それは16歳上ですね。はい、きっかけは？きっかけは一緒にパチンコ番組あるね、なんか市がやってる番組ありますよね。はい、MX とかでやってるやってる。うん、で仲良くなって、そこでなんか電話番号の交換とかあったんですか？交換ありましたね。うんうんうん、はい、1回目ぐらいで LINE ですね。もう交換してるんだ、そんなこと。でも絶対まあ来ないだろうと思ったら、うん、普通に来て、今日はなんかありがとうございました、うん、なんか今度なんかお食事に行きましょう。絶対ないですけどね。うん、共演してても LINE 交換とか1回目とかほぼないっすね。だってこの4人だって名刺交換だけですもんね。なんて返したんですか？あ、お食事行きましょう、ぜひ連れてってください。で何日と何日と何日が空いてるんで。もうそこで自分から？もう私から。めちゃいい子だね。これは嬉しい。来るんですよ。すごい今好感度上がってますよ、ね。あ、私ですか？ありがとうございます。だって社交辞令多いですよね。あ、ご飯でも行きましょう、はい、ぜひぜひっつって、その後ノンレスっていうのが多いんですよ。あ、ほとんど僕そうだもんね。えもうその時からこの人ときっとなんかあると思って、でご飯行って。どこ行ったんですか？あ、横浜の方に。またどうしてよ。素敵じゃないですか。横浜。すっごい細かく聞いて悪いんですけど、どこで待ち合わせしたんですか？待ち合わせは表参道かどっかに行ったんですよ、私が。彼が何で来たんですか？あ、車で来ました。小峠さん何乗ってんですか？うん、あのなんだっけ、なんか結構イカれた車なの。イカれた結構イカれた車すぐ どんな車だって。坂口アンリーをさ迎えに表参道に行くってかっこいいじゃない。何の車で行ったんですか？あ、でもなんか外車で。やっぱりすごい。何、どんなやつ？もう本当にすごい昔の車みたい なんか、クラシックカーみたいな。なんていう、車高も低くて、あー、なんか結構改造してる車ね。あ、そうです。あ、そういう感じの乗るのも、うん、なんかこう乗るんじゃなくて、なんかこうなん、椅子もこう横になってるんですよ。シートベルトももうこう。ああ。もう完全に昔の、はい、なんか外国かどっかの。そんなのに乗ってんですか？そうなんです。あ、でかっこいいなと思ったんですか、それ？何この車って思って。お、缶のペットボトル、はいはいはい、あ、缶の飲み物を持ってったんですよ。うん、缶のペットボトルではないですから間違えた。そう、あの缶の飲み物を持ってったら、まずホルダーがないんですよ。ないない。そう、ホルダーがないからどうしようって思って、まあいいや、飲み干そうと思って、飲み干して行って、で小峠に
言われた一言、次からペットボトル持ってこようねって言われて、あ、はい。でその時まだ敬語だったんで、はいですよねって言ったら、蓋閉めなきゃいけないぞっつった。なるほどね、向こうがいろいろ多分プラン考えてくれてたんですよね。わー、小峠デートってなんか全部下見て下で行ったの。観覧車があるとこある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 、港未来、港未来、ね、そう港未来、赤レンすごいデートコースじゃないですか。もう完全に完全にロックオンしてるのが悪いんですけど、太蔵さんのタブレットは今福島プライド便なんです。これ関係ないじゃないですか。これなんで桃とか関係あるんですか。全然ググってないじゃないですか。ホテルも通ってたんですか。さ、まだ付き合ってないんで。星野さん早いでしょ。星野さんはトラ、おばちゃんはトラ好きなんだけど、あのすごい肉食が好きなんだけど、早いでしょ。デートは付き合うまでには多分3回はしてるはずなんで。そんな多くね。なんかいいですね、お化けキャラって。なんか、3回そう3回はしてるし。これは長い方なんですか。付き合うまでに3回もデートするっていうのは長いです、やっぱり今の若者は。あ、大体何回ぐらいが平均ですか。あ、でもまあ3回ぐらいか。あ、そうですか。じゃあ3回目どちらから言ったんですか。向こうから言ってきてくれたんです。え、付き合ってくれませんかって。いや、嬉しい。それいつの話ですか。それそれが半年前だから、うん、ちょっとお付き合いする前は一切も手も握らず。あまさか得意の。まさかの星野さん大好きなパターン。あ、そういうのはやってないですよ。まだ何も説明してませんよ。それで、まあ、付き合うじゃないですか、2月ぐらいに。でもなんかネット見たらね、うん、別れたの。もう別れてます。6月末とかですね。ついこの間ですね。どうやって別れたんですか。なんか電話してて、友達だった頃の方がなんか楽しかったよねみたいな。切ない。まあね、坂口さんなんかそうかもしれないよね。付き合っちゃうと大変かもね。ゲスト元気ないんだ今日って言ったら、なんか変な画像が送られてきたり。変な画像、小峠さんから。小峠さんの顔の変な顔してる。でこれ見て、まあ元気出してみたい。もういいじゃないですか。でも付き合ったらそういうことなくなっちゃった。で、私結婚願望もすっごい強い。ね、今言ってましたね、うん、でも相手は結婚願望が全くないんですよ。あ、それはダメだ。大きな違いかもしれませんね。え、じゃあ本気で小峠さんとも結婚してもいいと思ってたんですか。あ、全然、はい、思ってました。なるほど。あら、でも誤解してたわ。あ、そうですか。いや、なんかちょっとこうモテ遊んだのかなみたいな。そう、なんか世間の雰囲気はそうですよね。世間はそうですね。あ、そうです。ちょっと短かったですね、今回はね。そうですね、最近全然連絡取ってないんですか。あ、普通に別れてからもご飯行ったりはしてます。あ、してるの。はい、友達。手は繋ぐんですか。おばさん繋がないです。ごめんなさいね、星野さんはね、どうしても肉体の方に行きたいんですよ。繋ぐような人じゃないんですよ。どうしても虎が好きだよね。生えてますね、今日は。これちょっとザックバラにこう初めて結ばれた日なんてどんな感想でした。そうですよ、ザックバラに温めて、あのここだけの話、温めて虎になるっていうのを隣のお姉さんがすごい喜んでた時期があるんですよ。小峠さんはどんな雰囲気だったんですか。優しいんですか、やっぱり。あ、優しいです、優しいです。もう、あ、そう、夜もジェントルジェントルです。そうなんですか。ガツガツしてない。まあ、ガッツキも多少あります。ガッツキよね。日本の経営者は未来を想像している。長寿企業が世界最多の国、その多くは企業不動産戦略を実践している。財務強化を図るなら区分所有オフィス。ボルテックス。